いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。そろそろ新しいスマホに機種変更したいなと思いながら、買い替えするタイミングがわからず、そのまま使っているという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。年始や3月はセールやキャンペーンなどが多く、スマホの買い替えタイミングとしておすすめできる時期です。そこで今回は、年始のセールで安くなっていたら、 買うべきスマホをご紹介します。お出かけの際に携帯ショップを覗いてみてはいかがでしょうか。スマホのコンシェルジュの YouTube チャンネルでは、スマホやパソコンの使い方を学べる動画を優しく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。シャープの看板モデル。 アクオスセンスシリーズ最新作となるアクオスセンス8今年はアクオスセンスシリーズの当たり年といっても過言ではないと思いますカラー展開はペールグリーンライトカッパーコバルトブラックの基本3色に加えてドコモのオンラインショップ限定でブルーも販売されていますドコモ AUUQ モバイル楽天モバイル メーカー直販と販路が広いのも魅力的なポイントです。画面サイズは6.1インチと今までと変わらずで、ちょうど Google Pixel 7A と似たようなサイズ感です。しかしながらそれと比べると、アク o スは随分と軽量に仕上がっているのがわかります。特に重さは、ピクセルとの差が約 35g もあり、体感できるレベルで異なっています。 アンドロイドスマホでは最大のネックとなりやすい OS アップデートやセキュリティアップデートについてですが最大3回の OS アップデート5年間のセキュリティアップデートに対応ということで大きな弱点を克服した印象ですスマホの買い替えサイクルが長期化していることもあってかなり嬉しいポイントではないでしょうかアクオスセンスの大きな売りの一つである バッテリー容量も前作から増量しています。ただし、チップ性能が上がっている点や、リフレッシュレートの強化など、電池を食う部分での改良も行われているので、ヘビーユーザーにとって大きく恩恵があるかは微妙ですが、それでもメインターゲットとなるライトユーザーにとってはありがたいポイントです。動画再生では連続39時間再生可能、 様々な省エネ設計により、2日間余裕で使える電池持ちを実現しています。内蔵ストレージは 128GB の一択で、バリエーションは用意されません。決して大きなストレージではありませんが、これまで通り SD カードスロットを搭載していますので、安価に追加のストレージを確保することができます。イヤホンジャックも、 本体下部に装備しています。SD カードスロット同様、他社製品が次々と廃止していったので、今や差別化の重要なポイントとなっている感じがあります。特にライバルである Google Pixel にはどちらもありませんので、ここが決め手という方も中にはいらっしゃるかと思います。また、個人的にネックだった指紋センサーが 今回より電源ボタンに内蔵されました。今までは別々になっていて、これが若干使いづらく、起動するたびに不快感がありましたが、すっきりしました。ちなみに、本体のスピーカーは引き続きモノラルスピーカーで、イヤホンや外部のスピーカーにつながず、本体のスピーカーで動画視聴などを楽しむには、少し物足りないと感じられるかもしれません。 画面表示の滑らかさを表すリフレッシュレートが向上してよりスムーズな表示ができるようになっています。高価格帯のスマホでは当たり前の機能ですがアコースセンスに近い価格帯となるエクスペリア10マーク5には実装されていない仕様なので価格帯を考えるとお得感がありますアコースのスマホをお使いの方に多い質問で スマホを持ち上げて画面を点灯させる機能がオフにできないというものがあります。こちらは本体設定の中にあるアクオストリックという項目を選択してメニューの中からブライトキープを開き持つと画面点灯をオフにしてあげると解消します。特にカバンの中などに入れておくといつの間にか画面が点灯していてお困りの方が多いようです。 中価格帯のおすすめで外せないのが Google Pixel の A シリーズ Google Pixel は Android の開発元でもある Google 自身が設計開発している Android スマホです2023年5月に発売開始でついにどこまでも取り扱いが始まり主要産キャリアどこでも購入することができるようになりました発売当初は Google ストアにて62,700円で販売されていましたが、11月に価格が69,300円へと改定されました。前作の 6A が53,900円だったのを考えると、お得感は少し薄まった気がします。現在は Google ストアにて59,800円のセール価格で販売されています。 ピクセル A シリーズとしては初めてワイヤレス充電、顔認証、滑らかな映像が楽しめるリフレッシュレート最大 90Hz のスムースディスプレイに対応したモデルです。60万人以上が参加したカメラ性能のブラインドテストにおいて最も優秀と評価された 6A のカメラがさらにアップグレードされ高いコストパフォーマンスで人気を集める機種です。 カラー展開は全部で4色。カメラバーの色が背面全体の色味に近く、スッキリとした雰囲気になりました。画面サイズは6.1インチと今までと変わらずで、ギャラクシーを除いた他のスマホと一緒です。端末重量が 193g と結構重たく、ケースなどを装着することを踏まえると、 プラス 30g 程度は上乗せされます iPhone 15 Pro Max が 221g なのでケース装着時の重さを想定するなら iPhone 15 Pro Max を参考にすれば大型の重さが想像できますまた端末の厚みも割と分厚いので個人的には結構気になりました常に持ち歩くスマホは 携帯性も重要な要素なので、ショップなどで実機を確認することをお勧めします。Google Pixel の目玉としては、何と言っても長いサポート期間です。OS アップデートのサポート期間は3年。セキュリティアップデートのサポート期間は5年となっています。Aquos Sense 8と一緒じゃんと思うかもしれませんが、Aquos Sense は、 最大という表記になっているのに対して Google Pixel は最低という表記になっているため全く意味合いが違いますまた月に1回のセキュリティアップデートが実施される Google Pixel に対して他の Android スマホは3ヶ月に1回程度なのでセキュリティアップデートの細かさという点でもさすが本家本元といったところです 内蔵ストレージは 128GB のみです。選択肢として 256GB も選べるようになっていたらと淡い期待を抱いていましたが、個人的には残念なポイントです。SD カードも非対応なので、好評なカメラ性能を活かすにしても、USB メモリやパソコンなど、ストレージを確保する手段を考えておく必要がありそうです。 二千二十三年五月にドコモ、AU、UQ モバイルで発売する Galaxy A54 は韓国のサムスン電子が提供する Galaxy のミドルレンジモデル A50 シリーズの最新作です。防水、防塵、お財布携帯、画面内指紋認証、顔認証、eSIM 対応、さらに 5000mAh の大容量バッテリー、ステレオスピーカー、120Hz のリフレッシュレートと全部入りモデルです。ストレージは 128GB で SD カードにも対応しています。なお、イヤホンジャックやワイヤレス充電には非対応です。カラー展開は3色で、ブラック、ホワイト、バイオレットです。 6.4インチの大画面で動画視聴やゲームのプレイなども快適に行います。ただし今回ご紹介する中では最重量の 201g です。200g オーバーはさすがに重く、ケースや画面フィルムなどを装着するとさらにプラス 30g 程度は重くなります。iPhone 15 Pro Max が2 2 1ムなので、 購入する際は iPhone 15 Pro Max を持ってみて重たいと感じたら選択肢としては薄そうです。ケースを装着するとさらに一回りサイズアップするということも合わせて考慮する必要があります。Galaxy で外せないのが長期間のサポートです。4回の OS アップデート、5年間のセキュリティアップデートが保証され、 長く利用できるのも嬉しいポイントです。また、故障サポートも充実していて、メーカー別シェアの世界ナンバーワンはだてじゃありません。Galaxy といえば、One UI の操作感が素晴らしいところが何よりもおすすめなポイントです。クイック設定パネルで Wi-Fi のオンオフが一発でできたり、 画面の明るさを変更するバーが一番下にあったり、アプリ履歴画面に一括終了があったり、ロック画面のショートカットや録音アプリの標準装備など上げればキリがありません。2023年7月より発売が始まったエクスペリアシリーズの主力モデル、エクスペリア 10M5。 価格は7万円弱から8万円程度と少々高いのがネックです。また、現状スナドラ695搭載の機種をお使いの方には、あえてお勧めできるほどの機種ではありません。しかし、純粋に国内メーカースマホと言えるのは、残すところソニーだけとなっており、個人的にはそれだけで押したい機種です。カラー展開は、ブラック、ホワイト、 ラベンダー、セージグリーンの4色です。前作からはスペックの大きな変化がなく、アクオスセンスに一歩リードされた印象の Xperia ですが、カメラの改善やステレオスピーカーの搭載で強みを中心にアップグレードした印象の本機種です。ドコモ、AU、UQ モバイル、ソフトバンク、楽天モバイル、メーカー直販といった 販売ルートが様々あるのも嬉しいポイントです。画面サイズは6.1インチと他の機種と変わりませんが、縦横比が21対9と他の端末と比べて縦長横スリムの持ちやすい設計です。また、21対9は映画と同じ縦横比なので、映画をフルサイズで視聴できるのもエクスペリアならではです。 アクオスセンス同様 159g の軽量級なのでケースを装着しても携帯性は抜群ですバッテリー容量はスリムで軽量なのに 5000mAh と前作に引き続いて大容量です無用な性能アップは行わずバッテリー性能や持ちやすさといった部分を残しこの価格帯を購入する層に合わせて うまくチューニングできているのではないかと感じます。明確な進化点はスピーカーです。前作ではモノラルスピーカーだったのが、Xperia 10 Mark 5ではデュアルスピーカーを搭載しています。ワイヤレスイヤホンが前盛とはいえ、これは嬉しい改善ポイントです。もちろん、イヤホンジャックもバッチリ搭載しているので、 動画や音楽を楽しみたい方には申し分ないスペックに思えます。また、細かい点ではありますが、誤作動防止のため、触れただけでは反応しない押し込み式指紋認証を設定できるようになりました。こういった日常使う機能に対する細かいアップデートはかなり嬉しいポイントです。なお、初期設定ではオフになっているので、 本体設定、セキュリティへと進み、押し込み式指紋認証のスイッチでオンオフを切り替えましょう。ストレージは前作から据え置きで 128GB、SD カードにも対応しています。一方、OS アップデートのサポート期間については、メーカーからの明言がなく、セキュリティアップデートのサポート期間は3年となっていて、アコースセンセイトが、 OS アップデート3回、セキュリティアップデート5年に対応したことを考えると、少し物足りなさがあります。今回の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。メンバーシップにて動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければご登録ください。それではまた次の動画でもよろしくお願いいたします。